名護市に来ました。ここは坂東三十三観音第33番札所となります。内房線名護船形駅から徒歩で10分です。周遊ルートもあるんですね。仁王門です。仁王様がいます。清めます。鐘楼です。多宝塔です。観音堂です。観音堂からの景色です。参拝します。散策します。家神社です。大黒堂です。崖が崩れて立ち入り禁止になっています。御朱印をもらいます。これは何ですかね。南無地蔵菩薩です。なぜか美容室があります。本坊の隣には大蘇鉄があります。房総の寺社は景色がいいですね。それではバイバイ。